はい、どうも、マークです。今回も BU、モダンスリーやっていきたいと思います。で、割とエイムがね、安定してきたっていうのもあるので、今回バレットでいきたいと思います。ここの攻め方はね、完全に忘れました。最初どうしてたっけか。多分こっちから行ってたような気がするんだよな。開幕ここの中央なんで。やべえ。ね、まあ、モダン3の盾はまだね、隙を探せばなんとかね、いけるので。よし、倒したぞ。今回ね、味方に強いスナイパーが、前回的にね、回したくないって言ってたやつが、来たので、今回ちょっと自信持っていけるかなと。来るか？まっすぐから来るか？これ左ね、いっぱい来てるね。耐えていこう。どうせ死ぬだろうから。しゃ。からの、覗いてっかな？覗いてない。え、どこ行った？ナイス！これ戦馬危ういぞ。来る前に、片付けないと。トンネルからいっぱい来るね。思い出した。ここに耐えて、ここに救援物資を落としてたんだった。ほら。あ、出た。あの上に行くやつね。やべ。これでね、土管からは来れなくなったことでしょう。これがね、いい盾になってくれるんですよね。リロードして、来ないうちに。こっちから来て。来て。ただね、盾だけど、ここから先来れないからね、あの人。ここにいちゃえばもう心配はないっていう。来れないんだから。そう、取るしかないもん。死しかないですからね。これ最強ですよ。これまたトンネルから来てるね。上にいるな。さあ、どうしよう。ナイス。今度イモリ返してやるぜ。もう敵のイモがね、今度あっちに行っちゃったんで、弾がないな。突っ込んで一旦死のうかな。ひどい。点差がやばい。さあ、もう一回こっちに向きますよ。これやってたの、ずっと。さあ、もうこっちかな。取るしかないぞ。なかなか投げない風うまいぞ、あの人。よし、じゃあ、伸ばさず使おうとしてやめた。ということで、今回は終わりたいと思います。ちょっと味方が強かったね、今回。で、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。はい、では、さようなら。